定山渓天狗山です。天狗小屋です。7時26分入山届の記録を見てチャレンジします。今は車が入ることあるんでしょうか。べちゃ道があります。カタツムリがいます。登山道入口はもう 100m です。7時53分です。天狗岳入口、クマ注意です。上りですが緩やかな道です。べちゃ道があります。楽しい沢沿いになりそうです。滝があるかも。8時7分山頂 2.4km です。イオンたっぷりのすがすがしさです。また塗装です。リボンがあります。虫が飛んでいます。蜂に注意しなくては。あと 1.9km、 こっからきつくなるそうですね。せっかく登ったのにまた降りるの。ちょっとだけだ。ロープが続きます。山のアジサイがあります。また下って登るんですね。次のテープはあんなところです。草が多いですね。そして岩肌が見えます。左から巻いて登るんでしょうね。また下って登り、暑くなりそうです。セミが鳴いています。だんだんになっている見事な滝です。頑張って登りましょう。この間を通るのが面白いです。さあ、山頂まで 1.3 キロになっています。2キロ。石に苔がついていますね。まだ沢沿い。あそこに登るんでしょうかね。急になっています。左右のルートがあるみたいです。太陽の方向、東向きになりましたね。9時27分、あと 500m です。岩峰が見えています。虫が飛んでいます。岩肌が見えます。あれですかね。右手側に見える岩肌です。間近に見えました。斜面険しいです。こっちは立ち入り禁止です。これが道。
右手側の崖です。草木があります。お、花が出てきました。いいですね。左側の山です。日が当たります。ウドがかなり咲いています。稜線に上がりました。山が見えますね。右の方がピークだと思ったんですが違うみたいです。左側に登ります。この上のような気がします。草木があるから怖くはないです。でも注意必要ですよ。ユリが咲いています。これっぽいですね。左上が太陽です。さあ上がっていきましたがまだまだ。最初のピークがこれかな。ここに天狗岳と書いてあります。調べているからまだ先があることを知っています。はい、来ました。10時3分天狗岳1145メートルです。山頂から山を眺めます。無稲山が見えます。右奥が羊蹄山です。南の方向です。札幌岳、空沼岳がある方です。定山系温泉の方、ダム湖があります。2日前登った八犬山が見えています。カムイ岳とエボシ岳が見えます。山の稜線の向こうに札幌の街が見えています。雲です。うっすらとです。そして手稲山、電波塔が並んでいます。位置を変えて遥か山です。そして海の向こうに山が見えます。北西の方です。先に登った方が下山されました。車が通ってるのが見えます。10時33分日が当たって暑いです。下山開始します。こっちの方が標高高いですね。七かまどは青い実ができています。斜面にも草が生えています。注意しておりましょう。
羊蹄山の見納めかな。ニセコ連峰の方が見えています。気になっていたあの山は余市岳のようです。ロープバーを下りましょう。ひんやりとした空気です。結局山頂はこの峰ではなかったんですね。岩です。山頂から500メートル、結構長く感じました。1時45分、 1.2 キロ地点を通過します。滝があるところです。朝よりも日が当たっています。アップダウンがある道です。ユリが咲いています。歩きやすくはなっています。登山時と違って日が当たっています。下って登ります。とりあえず急場を通過しました。12時11分、あそこは 1.9 キロ地点。道が良くなってペースが上がります。登っている間に草刈りしたみたいです。靴を脱ぐことはありませんが塗装ばかりです。川から離れます。12時33分、登山口に戻りました。草刈りが終わった後です。13時3分、ゲートに戻りました。駐車場です。13時35分です。